チアチャンネルです。てんです。浅口です。今日は射的で使うコルクガンの説明を解説していきたいと思います。使い方です。まずここをカチャンとなるまでいきます。次あのコルクを詰めます。大丈夫です。はい、じゃあ狙い方なんですけど、ここに後ろのサイトとここ一番先端のこれとこれが、まあ、あと自分が狙いたい景品、まあ、ほぼほぼ一直線になるような形で狙っていきます。セットできたんで実際に撃ってみます。何を狙いましょうか。じゃあポニーで。ポニーで、はい、いきます。ダメな詰め方を説明します。思いっきり押し込む、弾が出なくなります。ギュッとこんな感じで押し込むのもダメです。こんな感じで弾が出てこなくなってしまいます。はい、弾が詰まった時は先端のネジを2箇所外せば簡単に先端が取れます。やってみます。ここに詰まってしまっている弾を取り除きます。はい、こんな感じですね。イベントとかで使用される際はこれとかで精密ドライバー、100均とかでも売ってるのでこういうのがあれば安心かなと思います。今回はコルクガンの正しい使い方をご説明させていただきました。今回紹介させていただいたコルクガンは下の概要欄リンクから飛べるのでぜひ見てみてください。ではありがとうございました。